どうも、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、新シリーズ恒例もろもろの確認したからそんなに進展はなかったね。初手では笠竹だけ、一色家、赤井家を従属させたんだぜ。そして近隣の最大勢力、六角家とも同盟を組んだよ。そうこうしている間に将軍家最大の宿敵三好家が攻めてきたんだぜ。第一波は六角家の援軍もあって迎撃、三好家主力の祖豪さんを捕虜、そして処断したよ。かなり悩んだ判断だったが今後どう影響してくるかだな。じゃあ状況確認と今回の作戦立てていくよ。前回の最後は芥川山城で合戦やって終わったんだったな。そうそう、あと伊丹城を旗の家に攻めてもらってるよ。これは細川家にちょっかい出してすぐに攻められないようにしてるんだぜ。織田家はまだおとなしいね。六角家と戦い始めたら一気に西にも進んでくるだろうな。北条家はいつも通り超速で勢力拡大してるね。あそこはいつも通りだから仕方ないんだぜ。で、今回の作戦はどうするんだ？今回は二条御所奪還を目指していこうと思う。六角家との外交ポイントにも余裕出てきてるから、六角家が織田家と戦う前になんとか二条御所だけは制圧してもらおうと思う。あとコメントで将軍家だけに許された役職コマンドがあることを教えてもらったんだぜ。私マジで気づかなかったからありがとね。これは役職与えた家との外交関係が良くなるみたいだよ。チートすぎんか？家宝渡すやつの役職番みたいなイメージかな。早速今回教えてもらったから攻めてきたらヤバいところから役職渡そうと思う。本当は三好家に渡したかったんだけど、まさかの三好家が細川家に従属してて渡せなかったよ。勢力の大きさ的に細川家が従属してるのかと思ったら逆だったのか。てことで筒井家に賄賂渡して関係良くしていこうと思う。賄賂言うな。期限付きだけどこれでとりあえず筒井家からはこちらから手を出さない限り攻めてこなくなったね。その間に三好家問題解決できたらいいな。言ってるそばからまた来たよ。今回は6戦だな。じゃあ前回同様防衛援軍もらいながら防衛やっていくよ。武田家と六角家からもらえそうなんだぜ。8戦で細川家が攻めてきたんだぜ。くそ、私の兵使いやがって。しかし8戦となるとくつきた二条はきついかもしれないな。敵部隊の進行ルートにもよるけどワンチャン武田家の部隊が当たれそうなんだよね。強撃狙いみたいだから二条御所の部隊に当たれるな。それならある程度兵力さえ削ってくれたら一発目は兵糧切れ狙えるかも。それ以上に悩ましいのが二条御所がガラ空きになるから、芥川山城捨てれば二条御所制圧できそうなんだよね。確かに、目の前だしチャンスなのはチャンスだな。ただ三好家の城を本陣隣に置くのも何かしらのイベント起きそうで怖いんだよね。それはあるな。義輝三好家に暗殺されてるしな。六角家が三好家に仲介できるようになってくれたら楽なんだけどね。それはまだまだ先だと思うんだぜ。始めようか。めっちゃ悩んだ結果結局防衛することにしたよ。それがいいと思うんだぜ。でもこれ合戦しても不利そうだから自動戦闘である程度兵力削っていくよ。義輝三好家の闇討ちで能力下げられてるんだぜ。三好家こそくすぎる。お、赤井家が八木城に動いたね。これ八木城制圧してくれたらかなりでかいな。でも撮影終わった後に気づいたんだけど、八木城制圧できたとしても二条御所制圧しないと昇竜寺城に道が繋がってないから防衛援軍来れないんだよね。あ、確かに、じゃあより一層二条御所制圧しないとダメだな。三好家の迎撃しながらだから結構大変だよ。芥川山城防衛戦。これも結構不利だがやるのか？相手一部隊が兵力高いだけだから意外と勝てると思うよ。しかもそんなに能力も高くないし。なるほどな。余裕はなかったけど勝てはしたよ。でも今攻めてきてる部隊はこれで最後だから勝てたらオッケーなんだぜ。まあ動くべき時ぞ。よし、芥川山城防衛成功。本当に援軍様々だな。イベントマジ怖いんですけど。伊達家関連のイベントみたいだな。直近で関係なさそうなイベントでよかった。ブラックアウトするたび私の視界もブラックアウトしそうになるよ。でかくつきた二条も細川家引いていくみたいだな。でか今気づいたんだけど武田家めっちゃ細川家の兵力削ってくれてるじゃん。武田家はそんなに強い武将いなかったはずなんだけどな。もしかして二条御所の部隊弱い説？それは大いにあると思うんだぜ。
六角家の援軍3000くれるのか。今なら騎乗途中だしワンチャン制圧までいけるかもしれないな。よし、六角さんよろしくね。ただその間三好家から攻められても援軍は呼べなくなるんだがな。しまったそうだった。まあでも遅かれ早かれ二条御所は制圧しないと危険な城だからまだ余裕あるうちに制圧仕掛けていくよ。2000で三好家が攻めてきたぞ。マジかよ、今六角家に援軍お願いしたところなのに。さらに2000細川家から来てるんだぜ。あいつら許さないからな。防衛どうしようか悩んでる矢先希望の光が、別所家が花熊城に攻めていったな。これはさすがに伊丹城からの部隊も防衛に行くんじゃないかな。別所家は赤松家に従属か。こちらで従属はできないんだぜ。さあ細川家どう出る。またイベントだな。天文、あ、これ市長さんが結婚するやつだ。正解だな。これで織田家の進行速度上がらなければいいんだけど。まあその時は役職上げて同盟まで持っていったらいいんじゃないか。それもそうだね。てかこれかなりヤバい状況だね。武田家の援軍も使えないし呼べるのは靴北二条の部隊くらいか。こうなったらやっと闇討ちからの能力戻った吉輝さんに自動戦闘で頑張ってもらうしかないかな。少ない兵力だが三好家の敵部隊は能力低いから結構削れると思うんだぜ。そう考えたらやっぱり前回祖豪さん処断しておいてよかったかも。この連続攻めで毎回武勇高いやつが攻めてきてたら間違いなく後悔してたからな。討ち死に出してしまった。でも兵力はかなり削れたんだぜ。伊丹城の敵部隊も花熊城に向かったみたいだしね。今度は浅井家が線で攻めてきたぞ。おいおいおい、さすが周辺敵地だらけだと人気になっちゃうね。あ、でも六角家が仲介できそうなんだぜ。それは助かる。始めようか。芥川山城防衛戦、ギリッギリの戦いになりそうだな。ここは剣豪の腕を信じて合戦やっていくよ。危なかったー。早めに敵が引いてくれたから助かったんだぜ。これで三好家からの敵部隊は迎撃完了。あとは四国から来てる細川家の国衆だけだな。そういやまだ浅井家の仲介お願いしてなかったからやってもらうよ。ポイント多めに貯めておいて正解だったな。ノーベンつけてるから毎月結構貯まるからね。てかよく考えたら朝倉家も敵視だし、浅井家龍馬隊だらくつきた二条来れるから役職渡して友達になってもらうよ。やってることが完全にスネ夫と一緒なんだぜ。お、ついに赤池が闇城制圧したよ。あとは二条御所さえ制圧できれば援軍ももらえるようになるんだぜ。遠方からの国衆の対応はくつきた二条から部隊送ったよ。結局ヤバそうだったから再度将軍召喚。今度は本願寺家が4000で攻めてきたぞ。マジ？あそこ友好関係普通だったのに。あ、また仲介できるみたいだな。六角さんよろしくお願いします。今攻めてきた勢力に関しては停戦終わったら役職渡して友好にしておこうと思う。その頃には攻められないくらい兵力確保できてたらいいんだけどな。ふう、防衛成功。3000で三好家が攻めてきたぞ。無限三好編入ってるんですが、親の敵かってくらい攻め込んでくるな。吉輝さん不吉な数字やめてほしいんだけど、とりあえず騎乗して兵力回復してから防衛やっていくよ。追加で9000来たぞ。真田家の時の悪夢を思い出すんだけど、あの時も無限秀吉編だったからな。うん、これは農村掌握解除は痛いけど防衛のためなら仕方ないね。吉輝の兵力さえ回復してしまえばなんとかなる感あるからな。とりあえず目の前の敵部隊倒してもらわなければ。これで戦える。結局3000近くの敵兵力削ったんだぜ。ここで六角家の二条御所攻めが終了。これで援軍呼べるからすぐに呼んでいくよ。一応攻めにも使えるのか。だが防衛が優先だな。昇竜寺城なら3000呼べるからこっちで呼ぼう。どの道芥川山城につながる道だし合戦は仕掛けれるからな。芥川山城防衛戦。六角家が防衛来たから吉輝は合戦起こし役なんだぜ。他力本願万歳。この調子で防衛やっていくよ。三好家から追加の4000だぜ。もうやめてー。
一応また強制徴兵できるように小遊寺城で軍開発同時進行していってるよ。小遊寺城防衛戦、今回は結構ギリギリだな。部隊数さえ活かして戦っていくよ。うん、やっぱり他の三好家の部隊武勇がそんなに高くないから防衛できてるね。祖豪の初段は正解だったかもしれないな。祖豪さん三好家とのつながり深いみたいだから三好家の登用は難しくなったみたいだよ。でもさっき見たが特に三好家で欲しいステータス持ちいなかったからそんなに痛手じゃないんじゃないか。それはある。従属吸収さえできてしまえば一気に武将登用はできるからね。まだ三好家の部隊来てるけどずっと攻められそうだから今回はここまでにしようと思う。ガチガチの防衛会になってしまったんだぜ。次回は赤池や旗の家から防衛援軍もらうためにも二条御所攻めを無理やりでもやっていこうと思う。六角家の援軍が必須だがな。じゃあ今回はここまで。外部サイトで生配信もちょこちょこやる予定だから概要欄から飛んでフォローお願いします。よろしくなんだぜ。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。頼んだぞ。それではご視聴ありがとうございました。